今回は間違い探しの漢字バージョン、違う漢字探しです。たくさんある漢字の中で一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。どこに違う漢字があるのかを探してみてください。漢字を知らなくてもできる問題ですよ。制限時間は30秒です。問題は全部で10問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。才能の才という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに文字が一画消えたものがありました。見つけることができましたか。2問目です。細いという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに田んぼの田が日曜の日になっているものがありました。これは分かりやすかったでしょうか。時間内に正解できましたか。3問目です。白黒になりましたね。公園の公という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに文字が一画消えたものがありました。4問目です。週という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに神謡の点が消えているものがありました。さあ次は色が変わりますよ。5問目です。合うという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに一画増えたものがありました。一屋根の下が古い
という漢字になっていますね。すぐ見つけられましたか？6問目です。図書の書という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに一角消えたものがありました。見つけられましたか？次は色が増えますよ。7問目です。米という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに漢字の中心がつながっているものがありました。時間内に解けましたか？8問目です。曜日の曜という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに漢字の一部が消えているものがありました。今日は月曜日ですね。皆さんは何曜日が好きですか？9問目です。ランダムに漢字が並んでいますね。顔という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここに1の階ののがずれているものがありました。この部首は王外とも言いますね。10問目です。原稿の原という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？答え合わせです。ここにガンダレの2画目が短くなっていました。すぐに見つけられましたか？ついついランダムに並んでいると見落としてしまいますよね。マスに並んだものとランダムなものだと皆さんはどちらが難しいと感じましたか？おまけ問題です。羊という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？
タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてみてくださいね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？他の動画の問題にも挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。